どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日ですね、ヤクルトとの開幕3連戦ポジ要素を発表する動画になります。まず初戦はね、田中美希也選手がプロ初ヒットをね、ライト前に打ちましたよね。田中美希也選手らしいいいヒットだと私は思いますね。そして高橋周平選手がですね、レフトへの二塁打で先制をするんですよね。そして7回にはライトにタイムリーヒットを打ちますね。左の加山選手から打ったんですよね。いやー、高橋周平選手ね、今シーズンはね、ひょっとしたらね、まあまたレギュラーとして活躍できるかもしれませんよね。まあ活躍はしてほしいですね。そしてディカーソン選手がですね、来日初ヒットをね、ライト前に打ちました。そして中日ドラゴンズの新4番の中田翔選手がソロホームランを打ちましたね。新戦力のホームラン、これはとても素晴らしいですよね。まあね、4番の一発、去年はね、ちょっとこれがあまりなかったんですよね。だからね、今シーズンはね、中田翔選手には4番、もしくはまあ5番あたりでね、一発もしくはね、打点を期待したいですよね。そしてロドリゲス選手もね、来日初ヒットを打ちましたね。まあロドリゲス選手はですね、ちょっとまだ体の線が細くてね、走攻守まだね、勉強するところはあると思うんですけどもね、将来はね、立派なショートのレギュラーの選手になると思いますね。2戦目のヤクルトはですね、大島選手、田中美希也選手、三好選手にマルチヒットが誕生をしたんですよね。大島選手はね、ベテランになりますけどもね、まだまだ元気ですね。そしてね、田中美希也選手がですね、まあ1戦目に続きまたヒットを打ってくれたんですよね。まあ田中美希也選手はね、まあどうだろうな、ヒットを打つ分に関してはそんなに心配しなくてもいいのかなって思ってしまいましたね。あとはまあ体力ですね。まあ1年間ね、フルに試合に出れる体力があるかどうかになりますね。まあ本人もね、まあインタビューではまずはね、100試合に出たいと言っていたんで、まあ今シーズンはね、田中美希也選手は二遊間どっちかでまあ合計100試合に出れればいいと私は思いますね。そして第3戦目は出ましたね、中田翔選手が2号ソロを打ったんですよね。いやー、頼もしいですよね、中田翔選手ね。この3連戦で早くも2本のホームランを打ってくれたんですよね。やっぱりね、一発が出るとチームが盛り上がりますよね。まあ気になるのはちょっとソロホームランってとこですね。まあでもソロホームラン、ツーラン、スリーランっていうのはですね、まあ前のランナー次第ですからね。まあ中田翔選手はね、このまま行けばですね、まあホームランはまあ15本ぐらいは打ってくれると思いますね。そして村松海斗選手がね、マルチ安打を達成しましたね。やっとね、立浪監督がね、私の推しの村松海斗選手を使ってくれて、これはもうとても嬉しかったですよね。今ね、ショートはね、なんかね、立浪監督はロドリゲス選手をね、使おうとしているんですけどもね、私はね、村松海斗選手をね、推したいんですよね。まあ、村松選手の方がね、現状、ロドリゲス選手よりもね、走攻守はね、上だと思うんですよね。だからまあ、なんとかね、村松選手をね、もっとショートとして使ってほしいと私は思っています。そしてソフトバンクホークスから移籍をしてきた上林選手もね、マルチ安打を達成したんですよね。ディカーソン選手がね、腰痛のため2軍に行って代わりに上がってきたのが上林選手なんですよね。まあ上林選手はね、走攻守とともに能力が高い選手なんですけどもね、ちょっと怪我が多くてね、まあソフトバンクから中日ドラゴンズに移籍をしてきたんですよね。やはりね、上林選手はですね、能力高いですね。だからね、私が思うにね、岡林選手がね、まあ中日ドラゴンズに復帰、まあ怪我から復帰をするまでに、まあ、上林選手をね、センターとしてね、使ってもいいんじゃないかなって私思っているんですよね。その時はですね、上林選手をセンターで、レフト三好選手、ライト細川選手、こういう布陣もどうでしょうかね。で、またね、上林選手はね、まあ、走攻守揃っているからね、1番センター上林、このね、打順も私は見たいと思っています。これが3連戦のポジ要素になりますね。勝敗、それについて聞かないでください。